藤並五一、以下先鉄小増州より、香川修徳香川修徳、または、香川治安、香川修安、天羅三年七月一日法歴五年二月十三日、受学者。字は太中、号は治安、通称は修徳、一本堂、張馬国姫寺出身。精神疾患の書の記述は当時としては、世界最高水準と評価されている。 18歳の時に、京都に出て、伊藤仁祭、後藤氏と山に支持した。純一本論を提唱し、我より西へを作るという名言を残す。千田ぼ一方を総案したとされる。驚き、痙攣を主な症状とする小児の疾患、天、大きな発作を伴う転換驚き、天、神経障碍の疾患狂、統合失調症。さらに、重鏡と、 強よしの二つに分類され、前者は墓型統合失調症、後者は緊張型統合失調症にそれぞれ相当する知、知的障害払拭、接触障害に分類した。漢方医人列伝、香川治安、北里大学東洋医学総合研究所副所長、津栗明彦、津村メディカルトゥデイ日本医科列伝、 鈴木明大衆館書店 ISBN9 兆7844億6926万 7457P94P95 精神障害者をどう、砂漠化、岩波名工文社2009年 ISBN9 兆7843億3 4百3万5千1 3ありがとうございます。